弘前でまん延防止等重点措置が実施されている時の青森市本町だよね。青森市の除雪費用がなくなってきているから道路の雪の山が高くなってきているよね。この右側にある店は高級だよね。高級頑張ってるよね。左側にある店は閉まっているところもあるよね。左側に見えるファーストのネオンはついているよね。見えてきたあの光、あれは本町の歓楽街だよね。やっぱり本町のネオンは綺麗だよね。あれが青森市の経済を支えている店のネオンだよね。右側にあるネオンは消えているところが多いよね。青森市ではまん延防止等重点措置は実施されなかったけど、弘前市でも実施する必要はなかったよね。弘前市でまん延防止等重点措置を実施してしまったから、青森市の飲食店にも客が来なくなるという悪影響が出てしまっているんだよね。家庭内の方が感染防止対策を怠ることが多いんだから、感染防止対策をちゃんとやっている飲食店やパチンコ店の方が安全なんだよね。だから危険な家庭の中に引きこもっていないで、どんどん安全な歓楽街の飲食店やパチンコ店に出かけて感染防止を頑張っていこう。飲食店は悪くない、飲食店は悪くない、クラスターの発生していないパチンコ店も悪くない、悪くない、冤罪だ冤罪だ冤罪だよね。まん延防止等重点措置と時短要請は飲食店の人間に対する人権侵害行為だよね。このまま自民党政権が続くと日本がおかしくなる。日本経済が崩壊してしまう。早く自民党政権を崩壊させて政権交代しないといけないよね。ああ、左側の店のネオン消えちゃってるよね。スマイルホテルは営業中だよね。ここの店のネオンはついているよね。お、津軽ちょっぱりイサリア酒場は営業中みたいだよね。あの門は上皇寺の門だよね。左折しましゅー、左折しましゅー、本町だけど新町通りに入りましゅー。あー、雪の山が例年よりも高くなっていて店が見えなくなったら、ネオンが消えている店、閉まっている店があるよね。弘前にまん延防止等重点措置を出してしまうというくだらないことをやってしまったせいで客が来なくなって閉めてしまっている店もあるよね。感染防止対策を行って無責任に感染している人たちを守るために飲食店の人間に自殺しろと言っているのと同じような状況になっているよね。
政治家は何を考えているんだろうね。アルファホテルは営業中だよね。右折しましゅ、右折しましゅ、右折、右折。お、コスモ石油のガソリン高くた。